ダイワフィールドテスターの末永です。今回ソルティガ C シリーズですね、キャスティングモデルに追加となりました834/6SP っていうモデルを紹介したいなと思います。ちょっと表記が変わってるんですけど、従来の4パワーのロッドですねのティップを持ちながら6パワークラスのバットパワーを持つロッドという風になってます。じゃあそういったロッドがどういったシチュエーションで必要になるかというと、ヒラマサがですね小型ベイトを捕食している、特に春なんですけどスモールベイトを捕食してて大きいプラグに反応してくれない、スモールプラグですね、ちっちゃい、まあ、12センチから14センチぐらいまでのルアーを使うと効果的なんですけど、そういうシチュエーションにですね出くわしたのが、博多から出船している遊漁船クルーズさんっていう船でですね、まあ、春にお世話になった時に、まあ、皆さんお客さんがすごくちっちゃいプラグを投げて、ヒラマサキャスティングしてたんです。まあ、ヒラマサのサイズが小さいのかなと思ってたんです。でもですね実際にバイトしてくるヒラマサのサイズっていうのは、まあ、10キロオーバーはもちろんなんですけど20キロ30キロ従来のスモールプラグを投げやすいロッドだとどうしてもバットパワーが足りないなって感じるんです。柔らかいロッドの操作性を持ちながら大型のヒラマサがヒットしてもしっかりファイトしてキャッチできるロッドっていうのを作りたいってダイワの技術者の方にリクエストしてですね、それでできたのがこのロッドになります。 X45 のですねフルシールドっていうのを搭載しておりまして、これがまず小型プラグ軽いプラグですね、でもしっかり遠くに飛ばしてくれます。ねじれを抑えたブランクス設計なんですね。まあ、ロッドに乗せたルアーの重さをそのまま反発力として生かしてくれるので、キャストした時にルアーがしっかり小型プラグでも飛びます。操作性もすごく高くなってます。ちょっとしたことでルアーがしっかり動かないっていうことがあるので、まあ、水面から飛び出しちゃったりとかですね、非常にしなやかなロッドティップを持ってます。でもう一つ、先ほどもお話ししたようにヒットする魚は10キロオーバー20キロそして30キロっていう魚になってくるので、そのサイズの魚をしっかり走りを止めて浮かすバットパワー、僕も今回まあ、7キロぐらいだったんですけど、それぐらいの魚だったらですね結構いいツッコミしてくれたんですけど、全然不安なくファイトできました。自重自体もすごく軽くなってます。スモールプラグを使う上で、まあ、この軽さっていうのが武器になるのですごく快適なロッドになってます。ルアーウェイトなんですけどマックス 80g となってます。基本的にはスモールプラグを使う釣りなので、P ラインは4号、リーダーはだいたい100ポンドぐらいを想定してます。ただですね僕がよく通う上五島エリアとかになると水深も比較的浅くて根も荒い場所っていうのも多いんで、そういった時はどうしても4号だとラインブレイクの恐れもあるので、ちょっともう少し太い5号、6号、そういった、まあ、ちょっと太い番手の P ラインを使っても糸抜けがいいガイドセッティングにしているので、6号ライン、まあ、4号から6号までを使った釣りを可能にしたロッドにしてます。